She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. Even though she drives me crazy, I tell everyone that's my baby. She's pretty like a 4K sunset. Blue-eyed baby from the Midwest. Why so bad when she undressed? Thought your ex would be upset. Little bit known on her best. Big brown boy with the big flex. I know that you know I'm the one. She's stuck inside my mental. She got... まず今からちょっととりあえず帰ってきて、今から夜ご飯の軽い準備、下準備をやろうかなと思います。お風呂から上がりました。導入美容液のファミュのルミエルバイタル C を使います。で、いつも通りシカのパック、その間に髪のね、髪にトリートメントつけたい。今使ってるのは TOKIO の TOKIO IE アウトカラミプレミアエアートリートメントです。ミストタイプのこうかけるやつで、これめっちゃいい匂いで、もうこれ3本目ぐらいなんですけど、シャンプートリートメントも TOKIO でプレミアムの、すごい髪のねダメージケアができるやつを使ってて、トリートメントもめちゃくちゃ念入りにするのですぐになくなります。これももうなくなりそう。いつもめちゃくちゃなんかその日の気分で、その日の気分で合わせた化粧水と乳液を持って、ドライヤーも持ってリビングに向かいます。はい、すっきり。はい、今日のスキンケアはエスティローダーのマイクロエッセンスローションを使います。今日はさっぱり系にします。美容液クレドポーボーテのルセラム使います。私さ、
今年の冬は絶対あのシミのさバチバチってこうするレーザー治療をやろうと思ってて、なんかでもやっぱ5回照射と か, なんか回数分けてやるところもいいけど、まあ、一発で終わりたいなっていう、なかなか一発でやっぱ終わらないものなのかな。そう、今はちょっと紫外線がまだ強いんで今やってもあれだけど、ちょっと冬にね、年末年始とかだったら仕事にも影響ないんじゃないかなと思ってやりたいんですよ。やったことある人います？なんか実際にどんぐらい綺麗になるんだろうっていうね、やりたいんだよね。あ、でクリームがこちら、こっちか、 SK-II のスキンパワーアドバンストクリームを使います。最近日傘が壊れて、去年買ったサンバリア100のね日傘が壊れて、でも8月末でしょ、うわ今から買い直すか迷うなっていう来年でいいやって思って、今は結構長袖の秋服とかをちょっとこう徐々に着て、もうだってもうすぐ秋服じゃないですか、だから買ってないんだけど、よりなんか紫外線が気になる。ドライヤーはリファです。今日の夜ご飯はアクアパッツァとミル、なんだろう、さつまいもの甘じょっぱいやつとアサリのお味噌汁です。よいしょ、いただきます。味薄かったら醤油かけて。アクアパッツァどうやろう、うん、好きかも、うん、好きやろ、あっさり系、うまい、お芋も好きだと思う、うん、テンシャルのパジャマおそろ、今日たまたまやな、なんか着てるの見て、確かに俺も気を変わってきた、あ、そうな、私が着てるの見てきた、うん、stay too long, but what's on your mind?
kind of thing it makes me feel. あの設置位置確かに CT から抜けないもん。あ、バンダルだったら抜けるか。ちょい B マイ2だよ。オフやられたんだけど。最悪。泣きたい。